プレリアルは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート二番艦。艦名は、フランス革命歴の牧草月に由来する。プレリアルは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1990年9月11日に、寄港、1991年3月16日に、浸水、1992年5月20日に、収益する。 1993年6月11日にパパラと命名都市の関係を結ぶ。プレリアルはパペーテに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における初任務にあたる。プレリアルは南太平洋に配備されているため、中南米諸国や東アジア及び東南アジア、太平洋諸国などを訪問している。1993年には、 南北アメリカ諸国を1994年には西太平洋諸国を1996年には再び南北アメリカ諸国を1997年には南北アメリカ諸国と西太平洋諸国を訪問し同じ年には欧州宇宙機関の大気圏再突入実験機の回収任務に就く1999年に西太平洋諸国を訪問し特に ロシアウラジオストケや中華人民共和国、ジンタオの訪問が含まれる。2000年には太平洋諸国を中心に日本にも立ち寄った。2001年の西太平洋諸国訪問はベトナムホーチミン氏が含まれる。2002年は西太平洋諸国を2003年は南北アメリカ諸国と西太平洋諸国を2006年に北米諸国を2008年に再び。 北米諸国を2009年には南北アメリカ諸国を訪問した。2010年、2012年、2014年のリムパックに参加している。ありがとうございます。